バイク選びなんですけどね、とりあえずまあ試乗したいバイク、で揃って、でさらに東京モーターショーも行ってきまして、いろいろとね考えるところはあるんですけど、だんだん絞れてきました。ですね、まず、まあ、この前 の動画でちょっと夜寒い寒い言ってた動画をこの前アップしたんですけど、そこでもちょっとね、候補について触れてたんですけど、今結局 XSR900、GSX750S750、ストリートトリプルの RS で、あとちょっと中古でいいのがあった BMW の S1000R ですね、この辺と、であと結局SS もちょっといいかなと思って、スーパースポーツですね、実は ZX の 6R と、YZF の R6、候補に入れて、実はちょっとね R6 調べてたらものすごいいいバイクっぽくて、R6 ねすごいいいバイクっぽいんですよ。音がまずね相当いいので、動画で見てるだけでもね相当音良かったんで、まあ実際はもっといいんでしょうから、そういう意味でねちょっと興味覚えちゃって、R6 をねここのとこずっと実は調べてました。でもほぼね R6 実は行きかけたんですよ。在庫確認して東京からなんですけどね、千葉と神奈川あたりぐらいだったら、まあ、電車で行って帰ってこれると、バイクで慣らし運転も兼ねてできるかなと思ったんで、それもありかなと思って、もう販売店の方とかにもね電話したりとかして聞いちゃってたんですけど、まあさすがにちょっとね R6、まあ、初心者でも全然いけるバイクだっていうモード切り替えがついてて、初心者にも優しいモードがあったりとかで、かなりフレンドリーなバイクらしいんですけどね、 SS にしては。ただまあいきなりねちょっとそういうバイクに行くのもなんていうんですかね、その憧れのバイクみたいな感じで一つ置いといてもいいんじゃないかなと思いまして、今回 SS はやっぱり外すことにしました。いつかは、R6 ちょっと乗りたいなと思ってます。まあそれがちょっといつかいつになるかは全然わかんないんですけど、だ次のバイクでねそのまあツーリングは元より、サーキットなんかもねちょっと機会があれば走行会程度のものにはちょっと顔出してみたいなとは思ってるんですけど、まあ、一番大きかったのは今回印象的だったのはストリートトリプル RS の足回りにすごい感動したんですけど、サスペンションの違いであんなに乗り味が変わるのかっていうぐらい相当強烈なインパクトがありましたね。何を使ってたかっていうと、オーリンズのピギーバック式のやつ使ってたんですけど、ストリートトリプルの RS っていうのは。で、あとフロントサスペンションは昭和のビッグピストンフロントフォークってなんか BPF なんだビッグピストンフロントフォーク BPF とかっていうらしいんですけど、調べたらやっぱ結構話題で、今もうなんか結構話題のサスペンションっていうんですかね、そういう流れがあるみたいで、だそう
そのねフロントフォークとリアサスの感じがものすごい印象的で、うん、これはちょっと高い金を払っても、買う価値はあるんじゃないかなっていうところまで行ったんで、まあ今回ちょっと足回りにね少し注目してみようかと思ってます。あのマフラーだなんだっていうのはね分かりやすいんで自分で変えたりとかしてたんですけど、さすがに足回りまでは今まで勉強も何もしてこなかったんで、まあ、いじったらわけわかんなくなると思って手出さなかったんですけど、ちょっとねそこまで踏み込んでいきたいなと思ってます。 XSR900 なんですけど、まあ、ちょっと順番にね XSR900 と GSX-S750 と、ストリートトリプル RS、まあ、やっぱこの3候補なんですが、ちょっと順番にね、気になってる点をあれしますと、 XSR900 は、まあ実はマイナーチェンジがこの前あったんですよね。僕が試乗したのは2017年モデルなんですけど、2018年モデルから実はちょっとしたモデルチェンジがありまして、馬力がね確か6馬力ほどアップしてるらしいです。それとあのクイックシフターの、ポン付けができるように、配線が元から、出してあるそうで、まあそれをパーツを買うだけですぐあのクイックシフターになるっていう代物らしいんですけど、まあ、それがね、マイナーチェンジで、発表があったみたいですね。でお値段はそのまま据え置きっていうことで、まあ、結構お得なんじゃないかなと。で前モデルもちょっとした値引きが入ってるみたいで、その関係で2017年もまだ手に入るみたいなんですけどね。で色がなんかブルーがなくなったらしいんで、ブルーがなくなって赤になったということみたいです。まあその辺のトピックスと、あとは、900cc ということで候補の中ではまあ排気量としては一番大きいタイプで、モード切り替えもねあって、トラクションコントロールも切り替えがあって、結構いろいろと遊べそうなバイクでしたね。まあ、あとカスタムも幅がいろいろあるみたいで、その点を重視するんであればいいかなと。値段もだいたいみんな他のと GSX とだいたい同じぐらいになるのかな、ちょっと高いかなぐらいで、うん、そんな感じです。まあ、ポジションはすごい楽でしたね、そういえば。まあ3気筒独特の音とかそういった意味で選ぶんだったら、まあ断然ねそれはストリートトリプル あのトライアンフのね3気筒はやっぱり全然違ったんで、あれは良かったですね。それであと GSX-S750 なんですけど、これはね、まあ、自分で編集した動画ももう一回見返しながらとか、で他のレビューのね、あんまり少ないんですけど結構細かにやってくれてる、動画なんかもあったりして、それ何回か見返してですね、まあ、やっぱりいいバイクっぽいんですよね。マルチの750、なかなか希少な存在なんですけど、ただ唯一気になるのがやっぱり、サスペンションのところで足回りのあれなんですけどね、突き上げ感というか突然出てくるギャップとかにはなんかちょっとガツンとくるっていうのが強く感じたんで、なんかその辺をちょっと改善できるカスタムみたいなのができたらちょっと面白いんじゃないかなと思ってます。
でデザインもね結構あの小粋な感じで、うん、コンパクトだし面白そうなんですけどね、うん、そうですね、まあ、マルチで選ぶなら GSX になりそうです。まあ、その初期のね、あの値段も他のバイクと比べて一番安いんで、その浮いた金額で多分足回りを少しいじってあげたりすれば、あのなんかすごいバイクに生まれ変わるんじゃないかなって目測してます。はい、それと、まあ、最後にストリートトリプル RS なんですけど、まあ、あれはもう本当文句なしの、うん、それも買ったらそれだけでも乗り心地いいし速いし音もいいし、で、まあ、値段は一番高いんですけどね、うん、そんな感じですね。またちょっとストリートトリプルはね、一番最初に乗らせていただいた試乗車が今中古車に回ってるみたいで、ちょっとお買い得な感じになってるんですよね実は。いや迷いますね、本当に迷ってます。ストリートトリプルはねデザインもねかっこいいんですよ。あの二眼がちょっとね、あの苦手な方はもうどうにもならないんですけど、あの二眼も今年モデルからスピードトリプルとなんか同じようなデザインになって少し丸みを帯びてる感じで、なかなかねあの慣れるとかっこよく思えてきて、いいですよねあれ、ちょっと変わっててね。ランエボ、ランサーエボリューション5か、いい音してんな。いい車でしたけどね、これももう終わっちゃって